マゴネット YouTube 開始だよ。皆さんこんにちは、カンタラ専任講師の孫岩城亮です。実はこのチャンネルは2本目の動画になるかなと思うんですけれども、前回は高級オカリナ吹き比べみたいなのちょっとやりましたけれども、こちらの、カラーズと黒糖ですね、この2種類のオカリナの、素材感の違いだったり音色の違いみたいなのですね、解説していきたいなと思いますので、買ったら興味ある方、どっちにしようかなと悩んでる方は、何かの参考になったらなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。いってみましょう。はい、ということで、まずはじゃあこの黒糖からいってみたいと思います。これは、カンタレ EX の 3F ですね。なんで F 管になります。いわゆるその 4C よりも一段階ちょっと音が高いレベルの楽器になります。触った感じはもう本当にツルツルって感じで、わかりますかね、なんかちょっとマットな感じで、これオカリナ初めて見る人からしたらめちゃくちゃかっこいいかなと思います。こんな感じになってますね。裏面もこんな感じです。で、握った感じは非常に持ちやすいですね。ただやっぱり 4C と比べるとちょっと指の隙間が非常に狭いので、そこは慣れが必要かなという感じですね。ちょっと吹いてみたいと思います。はい、というような音ですね。非常に優しくて柔らかくて軽やかな音色がしますね。少し吹き込んだ時にですね、抵抗があるっていうか、こう息が何て言うんですかね、全部こうバーッと入っちゃわない分、息量が少ない方でもコントロールはしやすいのかなという印象はありましたね。僕は印象がありました。ただ見た目がめちゃくちゃかっこいいので、カンターレって言ったらやっぱりこの黒のかっこいいイメージが僕はあるので、はい、という 3F でした。では、こちらの E カラーズですね、こちらちょっと吹いてみたいと思います。これはですね EX の 2G という、サイズのものですね。さっきの 3F に比べると気持ちちっちゃいかなっていう感じですかね。で、素材感はですね、もうほんと素焼きって感じでサラサラっとしてます。裏面こんな感じですね。よく見るとこの表面、この何箇所か模様がついてますね。こっちはついてなかったので、ほい、見た目の可愛らしさみたいなのもあるかなと思いますね。持った感じは、そうですね、素焼きの方が若干僕はグリップをちょっと感じるのはありますね。そうですね、黒糖よりかは、ちょっとなんかそのざらついた分、僕は少し持ちやすい気はしてます。ちょっと音出してみますね。はい、という音がします。非常に可愛らしいですよね。僕やっぱりちょっと素焼きの方が好きですね。前の吹き比べでも素焼きのモデル、僕とても吹きやすいというふうに感想を言ったんですけれども、こっちもやっぱり僕はこの素焼きの方がなんか抜け感があるっていうか、ちょっとなんて言うんですかね、小鳥のさえずりじゃないですけど、そういう軽やかさを非常に感じますね。で、なんか音一つ一つがこうクリアに聞こえるイメージがあります。こっちはどちらかっていうとレガートっていうか滑らかにつながる感じですね。こっちは一つ一つクリアっていう感じで、やっぱりこうオカリナってちょっとこうなんていうんですか、音抜けはそんなにいい楽器じゃないと思うんですよね。こう優しく耳に響くと思うんですけど、このモデルだとこう耳に痛くはないのにしっかり音が抜けてくるっていうところで、吹いてて非常に気持ちいいなと思いました。息が入る感じも、形状がごめんなさい、僕はオカリナ作ったことないんで分かんないですけど、こっちの方が息入る感じがしてます。こっちの方がちょっと抵抗感があるっていうか、
だからまあ息たくさん入る人はこっちの方が気持ちいいのかなっていう気はしますね。ですね。まああとはやっぱりその少しこのざらついた持ちやすさみたいなのは僕はちょっと感じてたので、それもあるかなとは思いますね。ただまあ非常にどちらもですね、多分いわゆるその辺に売ってるオカリナっていうと言い方悪いですけど、まあ安いオカリナに比べたら非常にまろやかでいい音がしますので、まあ、どっちも気になる方いらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、まとめると、まあ、こっちの方が少ない息で吹きやすい、でかつレガート、でこっちは息たくさん入る人はどこまででも息が入ると、でよりクリアに聞こえるという、まあ、そんな感じでしたね。ちょっと感が違いますけれども、まあ、こっちの方が軽やか、こっちの方がちょっと落ち着いてるみたいな、まあ、色通りの印象ですかねでも吹いてみたら本当にそういう印象になるかなと思いますので、気になる方はぜひチェックをしてみてください。ベースで販売しておりますのでぜひ見てみてください。そして、クリスマス特別企画ということでですね、今回お買い上げいただいた方にはですね、私からささやかながらメッセージを、サインですねを書いたクリスマスカードを同封させていただきますので、数に限りがございますので、気になる方はぜひお早めに、お買い上げいただけると嬉しいです。クリスマス模様っていうかクリスマスカードなんで、クリスマス前までぜひお願いしますというわけで、今日の動画はこの辺にしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。